11月に入って第3月曜日賢い消費者になりましょうと題して伸びゆくサンダー15日号掲載の話題消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきますまたまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方からはタイミルな情報を後半伺ってまいります 今日は消費生活センター相談員の宮下さんに伸びゆくサンダー11月15日号に出ていましたプリペイドカードを買ってきてこれは詐欺ですこのお話について詳しく伺ってまいりますそして後半まちづくり共同センター消費生活ご担当の山本さんにトピックスとして詐欺や催眠療法を知って被害を防ぎましょうについてお話をいただきますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします では、早速、えー、っと、十五日号のプリペイドカードを買ってきては詐欺です。今回、このテーマを選ばれたのはなぜでしょうか。あはい。 あのワンクリック請求やサイト利用料の架空請求などですね不当な支払いのためにあの詐欺業者がプリペイドカードを購入しカードに書いてある番号を教えるようにと指示するトラブルが多くあの最近見られるようになったかからですそうですすそうカードに書いてある番号を教えるのがなぜいけないのかこの後詳ししくご紹介いただきましょう、はい、では、えー、15日後に出ていました事例を私の方から紹介していきます。 スマートフォンで無料アダルトサイトの動画再生ボタンを押すと突然登録完了となり登録料20万円を請求されました画面上の誤作動誤って作動の方はこちらへと書いてましたので書かれた電話番号に連絡すると契約は成立しているので取り消しできない今日中に支払えば20万円明日以降なら 30万円になると言われました、えー、コンビニで5万円のプリペイドカードを4枚買ってきてその番号を教えるだけでいいですよとも言われましたこれは指示に従うべきでしょうかというご相談なんですね。はい、じゃあちょっと解説していいただけますかはい あのプリペイドカードにはですね、あのまあ最近広くあの販売されるようになりまして、先にお金を払うっていうことですね、結局カードはいはい、であのまあ音楽ゲームをダウンロードしたり、と通信販売の支払いなど、まあさまざまな場面で利用できるあの決済手段としてよく使われるようになりました。でこのカードはあの大きく分けて二つの種類があります。はい。 一つは商品券とか磁気カード、IC カードのようにあのプリペイドカード自体に価値が記録されているものです。カード自体が昔で言ったらあのテレフォンカードがそうですね。そうなんですね。これが磁気カードになります。他にあの図書カードとかカードなどあります。あとあの紙ベースではあの百貨店の共通券ですとか、あのビール券ですね。であの IC カードのタイプではあのイコカとか。 穴がこのようなものがあります。 はい、まああのー、カードをお店に持って行ってう使うタイプそうです、ね、となりますね。はい、で、あのー、別にあのもう一つ二つ目は、ええ、あのプリペイドカードの価値がカード自体ではなく、<ー>そのプリペイドカード発行会社の管理するサーバーに記録される、はいええ、あのいわゆるサーバー型と呼ばれるものがあります。これ私知らないですね。あ,あのー、実際にねあのコンビニとかスーパーのレジの近くで、ええ、あの二千円五千円せ一万円というようなあの金額 額別にね。ええ、あの並んでかかっているものなんですけれども、あ,<ー>あ,まあよくあるのがあの Amazon ギフトカードとか i t u n e カードっていうものがありまして、あ,はいええ、あのそういったタイプのものなんですね。ええ、あのカードがなくても、あのそのカードの番号があれば、ええ、あ利用可能になります。使うときにはい。なので、あの番号あの？ たカードの番号をネット上の画面に入力して使うような、あのイメージで、あの思っていただけたらいいと思います。えー、ああそうですか。はい。で、あの、この事例で業者に買うように言われたカードは、の、うんはい、サーバー型プリペイドになります。プリペイドカードですね。うん、はい。で、そのサーバー型の場合、あのカードに。 書かれている番号などを相手に伝えるということは、の購入したお金の価値を相手に全額渡したことと同じになります。大変ですね。あの後になって騙されたことに気がついても、あの一旦相手に渡したお金の価値を取り戻すってことはあのとても難しいことになります。そうなんですね。で、あのそもそもですね、その今回の事例なんですけれども。 あのこの20万円あの請求されてますが、はい、これ支払わないといけないのかということから考えていきたいと思うんですが業者の言い分はですね、ええ、その契約は成立していると言ってましたけれどもまそれが本当にそうなのかっていう話になるんですが。 契約っていうのはその申し込みと承諾で成立するんですね。えー、はい。あ,、はい、あの売る方買う方の、はい、双方のの合意がいることになります。えー、またあのインターネットでの,あの、えー、取引というのは通信販売にあたります。はい、はい。でネット通販の場合っていうのは、うん、やはりあの 注文間違いとか打ち間違いっていうのがありますのでそれを防ぐためにあの最終確認画面こういう商品で何個買ってこれがいくらなのかというそういう画面をあの法律で出さないといけないということになってるんですね。うん、こののの相談者の方は無料のサイトを見ようと思って ええ、動画の再生ボタンを押しただけでですね、ええ、あのそれで突然登録となって20万円請求されたんです、ねはい、あの20万円の登録に納得して申し込まれたわけではない、ええということに なります。そうですね。はい、なので、あの経理、あの契約というのは、まあ、ね、あの成立していないと。あの考えると、二十万円というのは、もともと支払わなくても良いお金だ、はい、ということになります。はい。じゃ、えー、そこの、このような手口を、あの、えー、ワンクリック請求というんですね。あの一度ボタンを押しただけで、はい、の突然請求をされてしまうというので。 えー、ワンクリック請求というんですが、はいまあ、まさしくあのこの事例の方が、えー、あのそうだと思うんです、えー。ですのであの相談者の方にはこのワンクリック請求の手口であ,りあるということを説明して業者の請求にも応じないようということであの受言をさせていただきました。 ただお電話はされましたね。はい、そうですね。えー、あの個人情報などがね、えー、あの心配だと思うんですけれども。はあの後、あのアドバイスの方で、はい、あの説明をさせていただきます。まはい、で、まあ、あのこのようなワンクリック請求の他にですね、えー、あのメールで。 あの有料サイトの未払いがあるので、あ,あ,はい、あのまあ、払わなければ法的手段に訴えますああ。うう今までもありましたね。はい、あの知らない会社から突然、みんな覚えのない請求が来る。はい、あの架空請求メールの場合でも、はい、あのまあ、そう、同じようなね、あの手口で、あの請求されるという可能性があります。はいはい、今までだったら、あの。 振り込みなさいとか何かありましたけど、はいね、このプリペイドカードを買ってきて番号を言ってください、はい、それだけでいいですからって言われたらなんか詐欺にあってないような気がしますけどもそうではないんですね。はい、だからもう番号は教えない、はい 聞かれても教えない。もうどんな番号も教えない。お誕生日も教えない年齢も教えない。体重も教えないって知らない人にはもう何も教えない。そう。ね、そうですね。本当に教える必要全然ないですもんね。だから、これはあの契約というのは、今おっしゃっていただいたように。双方が承諾をしてっていう、それがあのベースにあるということ、なかなかね、実感できないんです。それから、あの。 架空請求でも裁判所にって言葉が出ると普段の生活にはあの関係がなかったのでちょっとドキッとしますけどもそう言って驚かしてえ詐欺をするという手口があるということを広くみんなが知っていくとやめていきますのでこれはあの聞いたらぜひ1人に伝えていただいた。お一人お人人が 倍倍になっていったらいっぱいの方が知ってくださることになりますのでね。うんはい、じゃあすいませんアドバイスまとめてご紹介ください。はいあのアドバイスをさせていただきます。はい、ま,すまずあの一つ目として<っ>あの覚えのない請求にはあの返信や連絡をしないでくださいということになります。はいはい、あの事例のふうにこの突然出てくる高額な請求画面にはね。うんはい 大会はこちらとか、ご作動した方はこちらなどのボタンが用意されています、はいはい、これは花から騙すつもりだからそうなんですねこういうのを見たら、ね、慌てて押してしまいたい気持ちになりますけれども、このボタンを押すことであのメールを送ることになりまして、まずアドレスが知られてしまいます。さらに あのーまあ、大概は、ね、こう大会のメールを送っても返信が、ねうん、あのメールでは大会できないので電話をしてくださいというふうに返信が届いて業者に連絡をしてしまうと、うん、またあの支配を強く求められるだけではなく、はい、住所とか名前を聞かれるなどして個人情報を教えてしまうことにもつながります。はい、でまたた電電話話をしたことで電話番号も 知られてしまいますのでうん、うん、あの身に覚えがないときは絶対に連絡を取らないようにしてください、はい そして身に覚えがあったとしてもすす、はい、すぐに行動しなくていいででよねねそうまず、ね、本当にそれがあの支払うべきものなのかということを考えていただいてわ、はい、からないとか不安だという場合は、はい、いつでもセンターのいます、えーはい、お電話でも相談を受けてくださいますし、はい、個人的なことは必ず守秘義務がありますので。はいあの ちょっと恥ずかしいなとか思わないで、うんはい、あのすぐにご相談というのが多額のね結局詐欺に遭うという可能性がありますから、ねはい、ぜひこれは気軽にご相談いただきたいと思います。はい、アドバイス2つ目は何でしょうか、はい。あの他人から指示されてプリペイドカードを購入したりカード番号を伝えたりしないでください。はい、あのプリペイドカードの購入を指示する業者は まあ金融機関の口座を持っていなかったりですとか、うん、あとクレジット会社の審査が通らず加盟店になれないなど、ね、あ,<ー>あのまあそういった理由もあると思うんですが、はい、まあそうあの詐欺業者である可能性が高いです。うん、で、あのプリペイドカードの価値を騙し取られた後に気づいても、うん、本当にあの被害の回復というのは難しくなります。クレジットカードと本当同じですね。はい。はい、で、まあそのカードこのカードを買わそうとする背景としたら、ええ、あのまあ消費者が あの先ほどおっしゃったようにコンビニなどでもう手軽に買,買うことができる<え>ということと、はいうん、あと匿名性が高くあの悪用しても所在地とか連絡先が特定されにくいということなんですさらにはインターネット上においてそのカードを高い換金率で買い取る別の業者が存在している<え>ということがあ<ー>あの考えられます。あそうですかはい またあの3つ目としてもしプリペイドカード番号などを伝えてしまって、えー、あのトラブルになった場合にはあのもうこれはすぐにあのカードの発行会社に連絡するという方法があります。はいうん、なるほどねはい、はいあの トラブルに気づいた場合はプリペイドカードを購入したことをまあ証明するレシートなどがあればなおいいんですけれども、あ,はい、あのそれを手元に用意してすぐにあのカード発行会社に連絡をしてください。はい、のカードの裏面などにあの電話番号が書いてありますので、そうなんですね。はい。はい、で、あの連絡が早ければそ,<う>その詐欺業者がその価値をねお金の価値を使ってしまう前に、うん、カードの使用を停止することが可能な場合もあります。あ,はい、あのまあの残っていればの話なんですけれども。えー はい、はい、あのそういった方法もありますので、はい、あの諦めずに連絡をしてください。わ、うんはい、かりました。では4つ目、はい、あの不安に思うことや。あのトラブルが生じた場合は、あの三田市消費生活センターにご相談ください。はい、えー、お電話でも大丈夫ですとお伝えしました。の信行さんた15日後、あの下の方に書いています。電話番号をご紹介をしておきましょう。三田市消費生活センター電話番号が079-559。 5059 50、月曜日から金曜日と第2、第4土曜日、祝日の場合は土曜日お休みが入りますけれども、第2、第4、祝日でなければ開けてくださっています。朝10時から夕方の5時まで大丈夫ですので、ぜひ早めにご相談いただきたいということです。まずは十五日号に、伸幸さんが15日号に書いてありました。 プリペイドカードを買ってきてこれは詐欺ですので十分皆さんお気をつけくださいというお話を宮下さんに頂きましたどうもありがとうございました,ましたそれでは後半はまちづくり共同センターの消費生活ご担当山本さんからトピックス今日は「詐欺や催眠療法を知って被害を防ぎましょう」というテーマですがこのテーマを選ばれたのはなぜでしょうか 今日は10月以降に消費生活センターに相談があったものや新聞などで報道のあった被害事例の中から3つ紹介させていただきたいと思います。はい、はい、3つは何でしょうか。はい、まず、官府金詐欺ですが、官府金詐欺。はい、はい。これは先月19日、三田市職員を名乗って。うん あのう還付金詐欺名乗る還付金詐欺についての情報が<あ>市民の方から寄せられました。わ、はい、かりました。ぜひ皆さんお気を付けください。どんな状況だったんでしょうか。はい、と市役所の職員を名乗って。還付、ええ、金の書類を送ったが、連絡がないので電話をした。今日が期限だけれども、すぐに銀行に行き、A. T. M. で操作すれば。今日中に手続きができると言われた。うんはい、怪しいと思い、市役所に。 確認したところ詐欺だととかったというものででですす、えー、かったですねね、はい、事前でねこの方の場合は怪しいということに気づかれたんですけれども、えー、そのまま信じて話を聞くと、えー、携帯電話とキャッシュカードを持って ATM に行くようにというふうに言われます。はい そして携帯電話で指示された通りに ATM を操作すると自分では戻ってくると思ってあの操作しているんですけれども気づかないうちに他人の口座にお金を振り込んでしまうということになります。ATM ででで金を受け取るとということはできませんので お金が返ってくるので携帯電話を持って ATM に行くようにと言われたら、カンプキン詐欺だと思ってください。そうですね。もうあの ATM でお金が出てくるのは自分の口座から出した時だけですから、ね、はいはい、絶対これ間違わないようにしてください。はい、まずはカンプキ詐欺ご紹介いただきました。はい、続いては何でしょうか。はい と百貨店を名乗る詐欺の、詐欺の手口についてです。神戸市でキャッシュカードを騙し取られる事件が発生しました。はいはい、これはですね、えー、百貨店社員を名乗って、高齢者宅に。あなたのカードが偽造されていると電話をかけ、えー、住所や暗証番号を聞き出した後に。 銀行協会職員と称してその方の自宅を訪れて、えーはい、その偽造されあのカードを受け取って持ち帰ったというものです他にもですねあなたのクレジットカードが別の人に利用されているので銀行の業界団体に電話して、まあ、対処法を聞くようになどと言われて、うんはい、教えられた番号に電話をかけるとカードの暗証番号を変えないといけない。はい 今の暗証番号を逆にするといいですよなどと言われて <laughs>、うん、うちについつい自分の暗証番号を相手に教えてしまったという。百貨店や金融関係者が電話で暗証番号を聞くということはありませんのでこれも絶対に教えないようにしてください。はい、あのこう伺うとあ気をつけようと思うんですけど。はい ものすごく巧みににしているとき本当に百貨店の社員のような口調で,でまた銀行の人のような口調でかかってくるので知らず知らずに騙されてしまうけどキーワードは暗証番号を聞くとというところですねこれも絶対にあの先週の水曜日の「警察オンライン」という時間でも伺いましたが暗証番号はたとえ本物の銀行の方も教えることは しないようにというふうに聞いておりますので、絶対にこの番号教えないようにということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。と最後ですが、催眠商法についてです。催眠商法。これは昔から結構聞きますね。ですね。あの冷静な判断ができない状況を利用するということから催眠商法と言われています。と日用品や食品、健康食品などを。 ただとか、あるいは極めて安価で購入できるとして、うん、会場や店舗に人を集めて、えー、と言葉巧みに会場の雰囲気を盛り上げて、はい、で最後には高額な商品のの購入を契約させるというものです。はい、こういったものとは、まあ、別にですね粗、はい、品がもらえるとか健康講座など話が聞けるいうで 販売員の話が楽しいっていうことで、雰囲気に惹かれて。会場に通い続けるうちに、あの次々と高額な商品を契約させられてしまうっていうような出口もあります。はいはい、じゃ、あちょっと詳しく教えてください。と、はい、国民生活センターに寄せられた事例をご紹介します。はい、商品の宣伝を聞いて、無料で商品がもらえると知人に誘われて、会場に出かけた。 はい販売員の話が楽しく何とか通っていたら2ヶ月の間に布団や敷治料器、下着などの購入を次々に勧められ購入して買ってし,買ってしまった自分だけ小部屋に呼ばれて勧誘されたり「あなたのため」などと言われたりして断りきれず買ったこともある。 購入時は頭金の支払いだけなので高額だという認識はなかったが、えー、場所を移転する残金を支払ってと言われて初めて総額が500万以上だっったたとと分かったというものです生命保険を解約し貯蓄と合わせて支払ったで商品を返,金返品するので返金してほしいといった事例もあります。えーはい これはでも,も、業者との連絡は難しそうです、ね、そううでですすねね、えー、個別に声をかけられて勧誘すると、えー、その断るのが難しくなりますしま、はい、たあの長時間通い続けることでンパイ員と親しくなってしまって断りにくいっていう心理に陥ってしまいますので。えーはい その粗品とか楽しい話につられて会場に近づかないっていうことが一番大事だと思います、えーはい、こういう手口は本当何年もこうかなり前からあってなんとなく楽しい雰囲気っていうのは日頃ちょっとね静かに過ごしていらっしゃる方には楽しい場所が見つかったと思うけど、はい、それは楽しい場所じゃなくて怖い場所だという認識をやっぱり粗品それから、えー、っと健康を壊とかはい、はい その後何か販売が始まったりすると例えば1回目知らないで行ったとしても、はい、もう次は行かないように、はい、ということになります、ね。そうですねはいいかかりままましたた、えー、じゃあ、ま、とめていただけますか、はい、で今日は3つの事例をご紹介したんですけれども、えー、詐欺とか悪質商法の手口を知っておくということがあの被害に遭わない近道ですので、えー、あのぜひ覚えていただきたいと思います。はい あのすいませんちょっともう一度今のえ催眠療法ですけども <はい S 1> 催眠商法か <はい S 1> これはえっと例えば業者さんがまだやってらっしゃる時に気づいて<は>いこれ返したいという時に一応契約してるんですけども返品して返金することは可能ですか <はい S 1> 難しいですねあの,話あのこう あのまあ、不意打ち性があればそのクーニングオフっていうのもあ、ね、あの言っていけるんですけれども、ええまあ、何度も何度も通って、ええでまあ、説明を受けて納得して買われてますよね,すねっていうことになってしまうとううあの難しいその無条件解除っていうのはまあ難しくて。こう、まあ、あの、ええ それだったらそのどういうふうな勧誘をしたのかとか問題のある勧誘方法ではなかったかとかいうふうな話し合いを積み重ねてあの解決していくことになりますので、えー、なかなかその解決も難しいあの事例にはなると思いますすそうですか、はい、で特に高齢者の方を狙っている場合が多いので、はい、どんなふうにあの購入までにあったかって思い出すのも大変ですからね。ま、ねね、またそのあのの販売員の方と仲良くなってしまっててし、はいはい 言うのが悪いわっていうふうなことをおっしゃる方もいらっしゃいますし <laughs> なかなか難しい事例ではあります。ねはい、ということは粗品や楽しいお話、はい、そしてただだよっていうそういう言葉につられていくのはぜひやめましょうということですね。はい、ありがとうございます。じゃ続けていただけますか。はい、消費生活センターではこういった消費者被害防止のためにステッカーを作成しています。 であのステッカーの上半分はいりません「悪質な訪問販売お断り」っていう、えー、あの記載がありましてし、ね、玄関口などに貼ってご利用いただけます。はい 貸した半分はいらないものははっきり断るうまい話には要注意など注意喚起のメッセージを記載しておりますのであの電話のそばなんかにあの、えー、貼っておいていただいたら、ね、センターの連絡先も合わせて載せてますのであ、はい、あのそういう電話があった時にふとと目に止めていいたただけたらと思います、えーはい、ぜひ皆さんあの途中でかかってくる知らない人の電話で、えー、いろんなことを聞き出そうとしてる場合は ちょっと怪しいなと思って、はいったもう電話を切るとか。 誰かに相談するとかということですね。はい、そうですね、はい。ありがとうございます。はい、そして今私手元にいただいている講座があるようなので、このお話ぜひ聞かせてください。あ,あ,ありがとうございます。えっと消費生活センターと三田市消費者協会共催で消費生活親子講座というのを開催します。と、はいはい、牛乳パックからハガキ作りに挑戦ということで、はい、あの使用済みの牛乳パックを使ってハガキを作ります。はいはい 日時が12月23日金曜日10時から10時から,時から12時までとサン市民センターの調理室で行います。と、はい、定員は小学1年生から6年生の親子10組です。はいえっと すでに受付始めてまして11月の28日月曜日が締め切りになっております。はい、来週の水曜日ですね申し込み方法ですがとはがきかファックスか E メールで、うん、住所名前学年電話番号口座名を明記してお申し込みください。はい、かりましたで えっと、電話番号をもう一度ご紹介いただけますか。はい、電話番号は五五九の五ゼロ三二です、はい。もう一度お願いします。五五九の五ゼロ三二。 消費生活センターにお問い合わせください。はい、分かりました、えー。多い時には抽選になりますので、早いからすぐにオッケーとは限らない。そうですね。ということですね、はい、あのすごく楽しいあの講座のようですので、ぜひあのハガキを自分で作る体験ってなかなかご資格ではね,ですね、難しいので調理室であるというところは味噌です。<laughs> どのように作るとね、<laughs> ぜひ親子さんで楽しんできていただきたいと思います。はい、今の電話番号は、えー、ご相談。 とはまた別の電話番号です相談センターへの電話番号もう一度私の方からご紹介します消費生活センターの相談の窓口は電話559 5059 559 5059 あれおかしいな、知らない人と話して、なんかうまい話だったけど、大丈夫かなというその、そういう軽いものでもご相談大丈夫ですよね。はい、ぜひ、ぜひ早いうちにお電話でご相談ください。またお出かけももちろん大丈夫です。月曜日から金曜日、第2、第4土曜日、朝10時から夕方の5時まで受け付けてくださいますので、ぜひ、こちらの方にお電話、またお出かけください。場所はキッピーモール6階ですすすね、はい、入っていいいたただらすぐお分かりになると思います 今日は消費生活センター相談員の宮下さんとそれからまちづくり共同センター消費生活ご担当山本さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題してタイムリーな情報を伺ってまいります。次回は12月19日予定しております。次回もぜひお聞きください。